はい、どうも皆さん、こんにちは。さきんちゃんのしんぺいです。いやー、やべえべやべえだろ。ついにですね、クライマックスが来ましたね。はい、こちら予告イベントですね。こちらの動画はですね、生放送を受けてのいろいろなお話をしようかなと思っているので、生放送を見たいっていう方は、ネタバレ動画になってしまいますので、戻るボタンを押して生放送を見てきてください。はい、ということで今日ですね、このことまつりイベントということで、よもつひらさかと伊風院の決戦邪神祭壇編がいよいよクライマックスということで来ましたね。いや、ここへ来てよもつ新キャラっていうね。はい、ということで、まずですね、言霊祭りが来ますね。言霊祭りで、新キャラとなる、キャラクター、こちらドンとよもつひらさかですね。いや、これで生放送とか、あとはね、ツイッターにの多分キャラクターのあのイラストがね上がってると思うので、ぜひぜひ見てきてください。セリフが超かっけ、マジでかっけえ、本当に。もう、本当最終回ぐらいの勢いになってる。はい。で、もちろん、伊風神に、適正ということですね。で、5文字以上で防御バフを付与と。で、こちら、執念ですね。邪悪衆という、新しい、こう、7人だったかな、7人ぐらいの、敵というか、まあ、魔族が出てくるんですけども、邪悪衆のうちの一人ですね。キャラクターの設定的には恨みを支持して集まったみたいなキャラクターだったので、まあ伊風院とはこう敵対関係にあるのかどうなのかっていう形ですよね。少なくともこいつこっち側に来てるので、まあ、敵対なのかどうなのか分かんないですけど、まあ、伊風院と戦う存在なのかなとかは思いますね。ちょっとあんま辺、その辺までちょっとしっかり生放送見れてないので分かんないんですけどね。はい。まあ、キャラクターで出てきますので、こちらも伊風神に適正ですと。はい。で、伊風神って言って何なのかっていう話からまず先にしましょうか。伊風院がいましたよね。伊風院がついに神の力を手に入れて、破滅級で降臨しますと。いやー、もうまがまがしい。もう強そうでしかない。で、しかもですね、また光恨みと同じように祝福特性を持っています。で、祝福特性、最後、コンボプライチっていうね。いや、もうえげつない。で、実体時に神属性のアタックバフでしょ？特性はトゲガードと弱体ガードでしょ。で、このリーダー特性もぶっ壊れてるんでしょ。やばくない？はい。ということで、まあ、キャラクターに戻りましょう。で、その伊風神に、適性のある執念というキャラクターが出てきました。で、これ、バリア貫通持ってるんですよね。で、かつ、神キラー 100%。で、弱体ウォールっていうことなので、まあ、生放送でもちょこっとね、映像が出ていたので、まあ、それを見る限りですと、ウォールは確定。で、弱体も、ほぼ全面に弱体ぐらいですね。弱体マスとかでした。で、生放送ではボスターン2ターン目でやられていたので、確認はできなかったんですけども、おそらくビリビリもあると思います。トリプルギミックって書いてあったので、ビリビリも出てくるかなということですね。で、7文字を作らなきゃいけないみたいな盤面。7文字カードだったんですね。なので7文字作んなきゃいけないのかなっていう雰囲気は出てましたね。で、かつタイムボムっていう、もうえげつないぐらいむずい。で、まあ7文字作れて、どっちか落としたとかボスだけにしたらビリビリが出てくるのかなっていう感じなんですけど、じゃあそのビリビリが出てきた時に盤面が変わったりするとまた厄介かなっていう感じ。その7文字が作りやすいように盤面が構築されていたので、そのまんまであれば比較的戦いやすいかなとは思うんですけど、そこが、また伊風神本体だけになった時にどうなるか、はい、っていうことですね。まあこちらもちろん引きに行きたいですね。いや、もう絶対引きに行くよ。だって石溜まっても。はい。で、もちろん、まあ、言霊リングが、言霊つリングがあって、上限、青天井がありますね。
天井がありますと。うん。ほいで、宿題もあって。で、こちらですよ、異風神。はい。生放送でね、戦ってましたが。いや、絶対強いし、あんな。しかも、相当キャラ持ってないと、戦えない。僕、ウォーウォル持ってないんで、ちょっとウォーウォル持ってないでどれだけやれるか。ウォーウォルのあの、睡眠回復がかなり、有効そうだったので、どれぐらい必須になってくるかですよね。で、ウォーホル、次の言霊ついて出てこないんですよね。そこがネック、本当に。はい。それで、異風神、満腹20体以上所持ですね。はい。これが、一応、条件になってます。で、もう一回言います。混乱、睡眠。で、打倒、ビリビリ、おそらくビリビリ、ウォール、睡眠。じゃあ、ウォール、弱体という形ですね。で、ビリビリは、もう、なんていうの、挑戦画面のところで、多分ビリビリって確か書いてあったので、そこは確定かなと思います。はい。でですね、まあもちろん、ガチャを引きに行きます。そして、私、異風神、攻略します。ただ、勝てるかどうかは分かりません。で、もう多分、あれかな、万葉集に来てんのかな。万葉集に、4時、来ていない。万葉集にはまだ来ていない。ということなのでまだですね。万葉集に来次第予約して、行きたいと思ってるんですが、ここで一点お知らせと言いますか。まあ明日ね4時から降臨するんで、私生放送で、挑戦したいと思います。異風神に、ね、生放送の30分前ぐらいからかな、一応放送は、異風神降臨のね4時よりも30分前ぐらい、3時ぐらいかな。あ、でも待って。もしかしてアップで入る？アップではデータ更新。4時頃入るのって。はい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 。30分前ぐらいかなに、デッキのちょっと構築の放送も兼ねてやろうかなと思ってます。はい。で、なので4時から、やってちょっと挑戦してみようかなと思います。で一旦ちょっとガチャ引いて余物引いて再度挑戦とかにしようかなって思ってます。とにかくですね4時から生放送で異風神に挑戦します。なのでぜひぜひ皆さん生放送見に来てください。よろしくお願いします。まあ多分ね、勝てないと思うけど、はい。なんとかね、攻略を編み出して、ちょっと動画にしたいなと思ってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで、今日の動画はこれまでになります。明日からの、邪神サイトの編、クライマックス。楽しみですね。皆さんも一緒に楽しみましょう。よかったらチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。